今回決めるのは君の処遇をどちらの兵団に委ねるかだ。憲兵団か調査兵団か。まず憲兵団の案を聞かせてくれ。はい。我々はエレンの人体を徹底的に調べ上げた後、速やかに処分すべきと考えております。彼の巨人の力が今回の襲撃を退けたことは事実です。なのでせめて我々人類の英霊になっていただきます。そんな必要はない。今すぐに殺すべきだ。奴は神の英知である壁を欺き侵入した害虫だ。ニック司祭殿、静粛に。次は調査兵団の案を伺おう。我々調査兵団はエレンを正式な団員として迎え入れ、巨人の力でウォールマリアを奪還します。以上です。ん？もういいのか？はい、彼の力を借りればウォールマリアを奪還できます。何を優先すべきかは明確だと思われます。だが今回の奪還作戦の報告書にこう書いてある。巨人化の直後、ミカサ訓練兵へ拳を振り抜いたと。彼は巨人の力を制御できていません。人類の命運、人材、資金を託すべきか疑問があります。あなた方は巨人を見たこともないくせに何をそんなに怖がっているんですか？まずいか。いや、言ってやる。思っていること全部。力を持ってる人が戦わなくてどうするんですか？生きるために戦うのが怖いって言うなら力を貸してくださいよ。この腰抜けどもめ、いいから黙って全部俺に投資しろ。構えろ。はこれは持論だが、しつけに一番効くのは痛みだと思う。今お前に必要なのは言葉による教育ではなく教訓だ。しゃがんでいるからちょうど蹴りやすいし。こいつは巨人化した時、力尽きるまで20体の巨人を殺したらしい。敵だとすれば知恵がある分厄介かもしれん。こいつをいじめた奴らもよく考えた方がいい。本当にこいつを殺せるのか。ソト、ご提案があります。なんだ？エレンの巨人の力は不確定な要素を多分に含んでおり、危険は常に潜んでいます。そこでエレンの管理をリヴァイ兵士長に任せ、その上で壁外調査に出ます。ほう、できるのかリヴァイ。殺すことに関しては間違いなく、問題はむしろその中間がないことにある。エレンが巨人の力を制御できるか、人類にとって利がある存在かどうか、その調査の結果で判断いただきたい。結論は出た。エレン・イェガーは調査兵団に託す。
調査兵団に迎え入れられたエレンは特別作戦班、通称リヴァイ班に加えられた。調子に乗るなよ、新兵。巨人だかなんだか知らんが、お前のようなガキに兵長がつきっきりになるな。オルオ、変な喋り方してるから舌を噛むんだよ。まさかリヴァイ兵長の真似してるつもりじゃないよね。これからよろしくな、エレン。しかし、未だに信じられないな。巨人になれるなんて。リヴァイ班の4人、兵長が選んだ調査兵団きっての精鋭。俺が暴走したら、この人たちに殺されることになる。いやー、リヴァイ班の皆さん、調子はどう？私は今、捕らえた2体の巨人の生態調査を担当してるんだ。次の実験にはエレンも協力してくれるよね？すみません、俺の一存では何も決められないんです。ところで、あの巨人の実験とはどういうものですか？やっぱり聞きたそうな顔してると思った。聞かせてあげないとね。今回捕まえたあの子たちは。大変です、ハンジ分隊長。被験隊が、捕まえた巨人が2体とも殺されました。なんだって？ミカサ、アルミ、しばらくぶりに会った気がするぞ。エレン、大丈夫？何かひどいことはされてない？ねえよ、そんなこと。それより、被験隊の巨人が死んだけ、そっちで何か聞いてないか？見張りの兵士が犯人が逃げていくところを見ているんだ。正体は不明だけど、立体軌道で去っていったらしい。僕たちも無断で立体軌道装置を使ってないか調べられたけど、結局誰の装置にも使用した形跡はなかったって。エレン！お前らここにいるってことは調査兵になったのか？じゃあ憲兵団に行ったのはジャンと兄とマルコか？兄は憲兵団だ。マルコは
マルコは死んだ。じゃあまさかお前まで。今なんて言った？マルコが死んだって言ったのか？誰しも劇的に死ねるってわけでもないらしいぜ。どんな最後だったかもわかんねえよ。エレン、お前巨人になった時ミカサを殺そうとしたらしいな。つまり巨人の力を掌握する術を持ち合わせてねえと。ああ、そうだ。俺たちと人類の命がこれにかかってる。このために俺たちはマルコのように人知れず死ぬんだろうな。なあエレン、俺たちはお前に見返りを求めてる。きっちり寝踏みさせてくれよ。自分の命に見合うのかをな。だからエレン、お前本当に頼むぞ。人類はまた一歩前進する。お前たちの成果を見せてくれ。開門。第57回壁外調査を開始する。進め。大通りで複数の15メートル級を確認。この通りは、この通りは旧市街地の出口への最短ルート。本体との接触前に奴らを倒す。これで本体が通れる。大通りでさらに多数の15メートル級を確認。数は避けるでしょ。出口まで後越し、一か八かやってみる。もう一押し。潰す。まずは旧市街地を抜ける。
最短ルートで出口へ行ける。ごめんなさい。出口に飛行士が現れた。これじゃ旧市街地は抜けられないぞ。飛行士直接倒すしかない。これで無事に旧市街地を出られる。ここからが壁外遠征の本番。
はあ、あいつら、俺の同期は巨人に勝てますかね。はあ？壁外調査ってのはな、いかに巨人と戦わないかにかかってんだよ。しっかりしろよエレン。これから俺たちは団長考案の長距離索敵陣形を取る。分かってると思うが、先方の兵が索敵伝達を行い、陣形全体で巨人との接近を避けて進む。ただし行動が予想できない機甲種に対しては戦闘が必要だ。今は隊列を乱すなよ。長距離索敵陣形展開。じゃあなアルミ、巨人と出くわしてもちびんなよ。うん、二人もね。右翼の陣形が乱れている。索敵の取りこぼしか。右翼へ向かうぞ。飛行士もいるんだ。手を貸してくれ。ここで食い止めないと陣形を崩される。人を追ってこない。飛行士だ。俺が強いを引く。その間に仕留めろ。先輩たちが引き止めてる間に仕留めないと。怖くなんかないぞ。頼んだよ。了解だ。頼んだよ。負けるもんか。分かった。やっ
今日はついてねえ。無事だな、アルレルト。隊列に戻るぞ。了解です。なんだあれ、早すぎる。殺さないのか。顔を確認した。アルミン、おい、立てるか。とにかく馬に乗れ。奴、うん、は貴公子か。違う、あいつは巨人の体をまとった人間だ。伝令に向かう。お前たちも気をつけろよ。奴が探しているのはきっとエレンだ。エレンなら右翼にいたはずだろう。作戦企画書に書いてあったぞ。そんな前線に置かれるわけがない。安全なところ、中央後方とかにいるはずだ。
行くよ。ダメだよ。分かったぜ。まだだ。なぜ巨人がこんなに。あっちの班にも奴のことを伝えねえと。高等伝達今ならやれるはずだ。右翼索敵壊滅的打撃。分かった。増援を出す。陣形を崩されるな。行くな。ダメだよ。支援団だ。助けないと。僕にも倒せた。行くな。行くな。このまま奴の注意を引く。ただし無茶だけはしてくれるな。ダメだよ。ああ任された、はい、ダメだよ。ああ任された。ダメだよ。分かったぜ。十分だ。急いでこいつから離れるぞ。人食いじゃなきゃ俺たちを追ったりしないはずだ。